そう。あれ？撮ったんかな、これ。はい。じゃあ始めまーす。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。鳥取県、ありがとうございます。またお呼びいただいてありがとうございます。イェーイ。嬉しい。さっきも言ったけど、本当にね、なんつう、ひとりさんから前から言われてるんだけど、達也の講演会二人から行くよって、どんどんいいなって、本当に二人から冗談抜きで行くのよ。で、五人で大成功なの。二人で、もう二人で成功だから、五人集まったら、もう大成功なのね、俺とひとりさんにとっては。で、今日多分5人はいるよね。そんな、大成功なのよ。あ、さあ自己紹介ね。斉藤ひとり特別賞鈴木達也です。よろしくお願いしまーす。いや、この話もすごい大切な話で、みんなってさ、例えば講演会って言うとすぐほら、人数がね、集まんないとなんかね、あんまり少ない人数じゃ申し訳ないとかさ、なんか呼ぶのにね、なんかすごく、なんかいいんでしょうかみたいな話がよくあるんだけど、俺たちにとっては全然そんなこと何の問題もないのよ。本当に二人から行くよって言ってるし、五人でね、大成功って決めてんだけど、で、それがなんでじゃあ五人で成功かって話も前ね、話したこともあるんだけど、例えばじゃあ俺が講演会行くときにさ、じゃあ講演会だから30人ぐらい来んだろうとかと思って行ったとするじゃん。俺がだよ。そう、そしたら、例えば今日ここにさ、集まった人がさ、例えば20人とかさ、25人ぐらいだったとするよね、仮にね。そう、そしたら、俺はこうなんつう、自分で30人のつもりで来てるから、もうそこで25人とか人数を数えるわけよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って、それで、あ、25人だって思うと、それって失敗な波動なのよ。簡単に、マイナスだから。そうで、そうすると、人数的には25人もいるのに、なんかマイナスな波動だから、達也くんの講演会がだんだんなくなって、だんだん講演会がなくなるっていうこと。そうで、5人で大成功って決めてるけど、毎回大成功なのよ。だから毎回成功の波動なのね。だからこうやってもう丸4年とかずっと続けられるの。そう、たまに2人も危ない時もあるけどね、本当に。本当に2人大丈夫かなって。でも、今まで2人ってこともないし、5人切ったこともないかな。そう、でも、で、やっぱりそういうのって、周りの人が見てると、あ、本当に少ない人数でも来てくれるんだって思うじゃん。そう、だからすごい大切なことなんだよってひとりさんが言ってて。そうで、みんなって、まあこれお仕事やってる人とかお店やってる人とか商売やってる人この中にもいるし、まあ働いてるっていう人もいると思うんだけど、みんなって最初の目標がちょっと大きすぎるんだって。大きすぎるからそれに到達しないから、まあ簡単に言うと到達できないとマイナスの波動だよね。さっきも言ったように。だから要は、その目標設定ちっちゃくしとけばいいのよ。ものすごく。そうすると、なんつう、例えば今日お客さんね、3人来ればいいとか2人来ればいいやって目標設定にしておけば、すごいもう毎回成功の波動になるのよ。それを毎日ね、1日10人とか20人とかちょっと頑張ればこれぐらい行くみたいな感じですよ。行く時もあるんだけど、行かない時もあったりするじゃん。そうするとプラスとマイナスの波動を行ったり来たりしちゃう。そう、だから毎回ハードルは下げといた方がいいし、で、ひとりさんが昔から言ってるように、夢は小さくなのよ。夢は小さく、努力は大きくするの。でも努力って言うと別に好きなことやってるとか、商売やって楽しいんだったら別に努力とは言わないよねって話なの。そう、だから俺もいつもひとりさんに教わってるのは、夢は小さく、努力は大きくだよ、みたいな。で、自分の中でちょっとずつでいいから向上していけばいいのよ。でね、まあ、さっきさ、講演会が始まる前にさ、ひとりさんが結構暇な店が好きなのよ。うん、そもそも並ぶのが嫌いだから。まず。そもそもの時点で並ぶのが嫌いなんだけど、ひとりさんってやっぱ商売の神様っていうか、やっぱ直感ですぐ分かっちゃうから、このお店はこうすればもっと売れるみたいなすぐ分かっちゃうのよ。うん、ここはこうすればもっとお客さん来るよ、みたいな感じで。で、特に、飲食店の場合なんか特にそうなんだけど、なんと、俺とひとりさんがいつもさ、結構、みっちゃん先生が大衆演劇が好きで、送って行った時に行くラーメン屋さんがあるのね。で、そこのラーメン屋さんって、ちょっと味が薄いの。ちょっと。わかん、でも、なんかお店は綺麗だし、若い子がやっててすごい元気だし、なんかひとりさんってそういうところのお店がすごい好きなのよ。それで、若い子がやってるところのお店もすごい好きなのね。で、そこに行った時にさ、なんていう、ひとりさんがこうなんつう、俺とひとりさんってやっぱ濃い味が好きなのよ。濃い味が好きだから、そのお店の人に必ず入った瞬間に濃い味できますかって聞くのね。で、そう、あ、大丈夫です、できますよとかって言って、すごい濃いめにしてもらう。結構濃いめにしてもらう。
すごい濃い目にしてもらう。で、そうすると何回もそれやってるうちさ、向こうも覚えちゃうわけよ。そうすると俺たちが、もう行った瞬間に、濃い味ですよねって向こうから聞いてくる。そう。で、みんなもちょっと想像してもらいたいんだけどさ、外食行くときってどう？薄味のお店行く？どう？なんかここは、なんつうものすごいね、なんかお出汁が上品でとか。そうじゃなくてさ、やっぱり濃い味のところちょっと行ってるはずなんだよ、大体がね。そうだから、やっぱりこうなんていうかな、ひとりさんがここのラーメン屋さんも、なんていうちょっと濃い味にするとお客さんって多分並ぶよって。そう。でも、なんていう、ただひとりさんってすごい優しくてさ、そういうの絶対こっちから言っちゃダメだよっていうの。そうで、なんでかっていうと、実は俺たちが斎藤ひとりさんご一行ってバレちゃってんのよ。そう。で、なんでバレたかもちゃんと理由があって、ひとりさんってお心づけって必ずお店にこう余分にお金必ず置いてくる人なのね。そう。でもやっぱお金だからさ、なんて生のまま渡さないで、っていうかさ、そのままお金のはいとかって渡さないで、ちゃんと袋に入れるのよ。で、その封筒、袋ね。その袋にさ、斎藤ひとりってシールが貼ってあんの。そう。そしたらさ、向こうは検索とかするじゃん。そうすると斎藤ひとりさんってどういう人とかってなって、ああ、ね、すごい人じゃんみたいな感じになって、そのうち行くようになったら、なんか、いや、ひとりさん、また来てくれてありがとうございますとか言ってるわけ。で、俺とひとりさんで、なんで俺たちがひとりさんってバレたんだろうねとかってよくよく考えたら、シール貼ってあったの。そう、だからそんな感じでやってんだけど、ただひとりさんがね、さっきも言ったように、絶対こっちから言っちゃダメだよっていうの。ってなんでって言ったら、こっちから言っちゃうと、そうしなきゃいけないって思っちゃうのよ。そう、向こうから聞いてくる分にはいいんだよ。向こうからどうしたらいいですかねって言ったらひとりさんは何でも教えてくれるけど、ただこっちから言うとそうしなきゃいけないって思っちゃうから、それはもう言わなく、ね、言っちゃうとかわいそうっていうかひとりさん的にさ、だって斎藤ひとりさんみたいな人に言われたらそうしなきゃいけないって思っちゃう人もいるかもしんないじゃん。だから絶対こっちから言っちゃダメだよっていうの。そう、でもなんか何のお店行った時もそうだよ。必ず言うよ。絶対こっちからそういうこと言っちゃダメだよって、こういうことやったらもっとうまくいくよとか、こういうことやったら売り上げ伸びるよとかっていうの絶対こっちからね、言っちゃダメだよってなんかプレッシャーに感じちゃうからって言って。だから絶対言わないよ。そう、だからね、そんな感じで、毎回ね、お店行きながらさ、やってるんだけど、で、ただね、ひとりさんすごい面白くてさ、すぐ定食屋のさ、お姉さんとかと仲良くなっちゃうの。そう。すぐ仲良くなっちゃうよ。で、最初ほら向こうはさ、すごいお金持ちとか知らないじゃん。で、知らないから、なんかその愚痴みたいなこと言ってるわけ。で、俺たちはほら、なんつうの、景気どうですかとかすぐ聞くじゃん。まあほら話の糸口として必ず聞くじゃん、そういうこと。それやっぱり、なんか向こうの人はさ、いやー、あんまり良くないですよとか、商売難しいですよとか、厳しいですよみたいなこと言うのが、別に俺たちはそれ聞いても全然ニコニコしてんのね。そうで、なんつ、ひとりさんがそのお店出た後にね、今日もなんかあの人はいい老け具合だったなとかって言うわけ。いや、馬鹿にしてるわけじゃなくて、本当にね、疲れ感を出してんのよ。で、ひとりさん曰くね、あの人は老けメイクだってわけ。そう。老けメイク。だから本当は二十歳なんだって。本当は二十歳なのに、すごい、老けメイクをしてるから60歳に見えるの。いや、本当は多分60ぐらいなんだよ。そう、でも、ひとりさん的にはそういうのも遊びなのよ。そう、だから、いや、別に悪く言ってるわけじゃなくて、ひとりさん的にはすごいなんか、例えばさ、なんかその愚痴っぽいこと言われるとちょっとつまんない感じ、普通だったらなっちゃうじゃん。でもひとりさんすぐ言うわけ、今日もいい疲れ感出しててよかったな、みたいな。そう、だから。すごいなんかね、疲れ切ってる人とか見るとね、今日もなんか老けメイク決まってるなとか。そうだ、我々の会はそんな感じだよ、毎回。そう、そんな感じでドライブ行って、一応そんな感じでワーワーね、俺たちの中で楽しんでるわけ。あとさ、ひとりさんってやっぱ、まあ一応ね、まあお金持ちってここにいるみんな知ってると思うけど、さっきも言ったけど、定食屋のおばちゃんとか別に俺たちが金持ちのグループだとか知らないじゃん。で、知らないんだよね。で、知らないからさ、で、ひとりさんがお店入る前に必ず言うのね、東京のね、金持ちがどれぐらい金持ちかね、こう、なんつう、分からせてやるんだみたいなこと言ってるわけ。で、
で、じゃあどうやって一人さ、分からせるのって聞くじゃん。そうそう、あのね、って。いや、5人ぐらいで行くの。えみこさんとかさ、花江さんとか、みっちゃん先生とか、みんな5人ぐらいで行くんだけど、その5人で行って、その、例えば餃子ってあるじゃん。餃子をね、5人で2枚頼むんだってわけ。えって別に一人だったら、全然誰もびっくりしないと思う。東京の金持ちがね、どれぐらい金持ちか分からせるんだって5人で餃子2枚。そう。っていうね。まあ我々だから毎回ね、楽しくいるよって本当に。だから本当に、いやみんなのイメージはさ、ひとりさんって本で読んだひとりさんとかさ、YouTube のお話だけ聞いてるひとりさんって言うとさ、なんかもうしょっちゅうそういうことばっかり言ってるっていうかさ、もうなんか四六時中あの会話が全部って思っちゃうじゃん。違うよ。ああいうの聞かれたから言うんだよ。ほんと、普段のひとりさんはね、めちゃくちゃジョークしか言ってないよ。ほんとに。だいたいそもそも一番自分で言って自分で受けてるのひとりさんだからね、ほんとに。ほんとだよ。自分の話一番受けてるのひとりさんだからね。そう。でもやっぱり、だから楽しいから成功するんだって、ほんとにさ、そうだ。やっぱで、楽しくしてると、いいアイデアも浮かぶのよ。そう、本当に。やっぱりみんなだってどうだってさ、売り上げがとかさ、いやー、ちょっと本当にこのまま行ったらやばいとかって思う。それでいいアイディアとか出る出なくないそう。やっぱり、楽しくしてるといいアイディアも出るよって話。でも、ひとりさんもね、そんな難しいことやってきたわけじゃないんだよ。そう、本当に、なんつ、当たり前のことをこう、淡々とやってきただけっていうか、なんかものすごくみんなはさ、まあ確かにね、すごい何年間かで商売始めてすごいトントン拍子にうまくいっちゃってさ、で、何十年のうちに本当納税日本一までなっちゃうの本当にすごいけど、でも本当になんかやるべきことを淡々とやってきただけなんだって。だから別に特別なこと何もやってないよ。ただ、まあ、その夏、ひとりさんに俺が教えてもらった、なんかうまくいくコツみたいのもね、今日教えてあげるよ。そう、忘れなかったらね。そこまで言ってて教えろよ、みたいな。じゃあ、この話は終わりでーす。じゃあ、次の話ね。さっきあっちゃんからもね、ちょっと、こういう質問があったんだけど、劇文ってなんで今丸カンでこんな劇文みたいなやってるんですかって質問があるんだけど、これね、簡単に言うと、まあ、劇文自体は昔からあったのよ。あって、で、最近これをやり始めたら、すごいみんながいいっていうんで、あ、ひとりさんこれいいからみんなにやってもらった、やっていうかね、みんなでやろうね、みたいな話になったんだけど、なんでこんなことをね、今一生懸命やってるんですかっていうと、実は、これって、なんとこの、まあみんなが YouTube とかさ、見るやつ、激務とかさ、なんとかーってやってるのは、まああれはちょっと無理かなって最初思うじゃん。あ、これは最初から私、ちょっとできないです、みたいな、なるよね。だけど、いや実はあれっていうのはもうね、何十回もやり慣れた人とか、最初から大きい声出せる人もいるのよ。だからそれは、いいの。ただほら、やっぱり鳥取とかこっちのさ、あのね、人たちっていうのはさ、やっぱりちょっとあんまり人前で大きい声とか出すのはどうかなとかさ、ちょっとあんまりね、明るい感じで言うのはどうかなみたいな人も多いと思うんだけど、実はこれって、なんであんな風にね、こう言ってさ、何がどう違うんですかみたいな話もあると思うんだけど、あれって言ってると、自分の殻がだんだん破れてくるのよ。そうだから、みんなって、例えばなんつ、今までさ、生きてきた中で、これはダメ、あれはダメ、こうしちゃダメ、こうね、やりなさい、ああしなさい、こうしなさいって、要は殻みたいにいっぱいくっついちゃってんの、自分の中に。それを、劇文みたいなことやってると、その殻がどんどんちょっとずつ破れてくるの。だからあれをね、真剣にやりなってやってるのね。で、本当にやってみるとわかるんだけど、あれ自体が言霊なのよ、簡単に言うと。言霊だから、もうわけなんかわかんなくいいから、もうとにかくやってみると自分の殻がちょっとずつ破れてくる。で、何が殻が破れるとどうなるんですかって言うと、言いたいことがちゃんと相手に伝えられるようになるんだよ。だから人間関係がうまくいかない人ってみんな言いたいことが言えない。ここで止まっちゃってるからね。言いたいことが言える人は別にね、そんなストレスなく生きてんだから。そうだけど。でも、いい人って言いたいことが言えないの。ここで止まっちゃってんの。だから本当はそれやめてくださいみたいなこと言いたくても、なんか言えないからここでぐっと止まってんの。でももしかすると鳥取の人たちはそういう人が多いんかもしれないよねって。でも、そういうなんか劇文みたいなことやってると、自分でちゃんとスラって言いたいことが本当に自分でびっくりするぐらい言えるようになっちゃうんだよ。で、そうすると人間関係うまくいくよねってね、もしかすると、お姑さんとかもそうだし、会社の上司とかさ、同僚とかにもそうなんだけど、本当は言いたいことがあるんだけど、ちょっと言えないでここで止まっちゃってると、そのモヤモヤがずっとここに残るんだよ。
そうだから、この檄文みたいなことやってると、なんと本当に言いたいこともスッと言えるようになる。それと、まあ、すごいね、いいことがあるのは、実はね、みんなってさ、マルカンとか教えとかやっててもさ、やっぱり悩みとか問題って必ず出てくるじゃん。出るよね。みんな生きてたら必ずそうだよねって話。なんかしらこう言えないけどさ、あるじゃん、問題って。で、あるけどさ、でもほら、マルカンの人たちってそういうのあんまりさ、まあ人前で言わないっていうかさ、極力ね、愚痴になっちゃうから言わないようにしようとかって思ってる人もいるかもしれないんだけど、実は檄文みたいなこと一生懸命やってると、問題がなくなっちゃうのよ。そう、でも問題がなくなるっていうよりも、問題を問題と感じなくなっちゃうの。気にならなくなっちゃうの。それからやってごらんって言ってるの。で、これは、なんていうかな、頭で考えるようにやるしかない。それと、なんかなんつう、誰かの前で、こうなんつう、絶対にこうなんていう、まあ、人前に出て一人ずつやんなきゃいけないってことでもないのよ、実は。みんなで、こう一緒に言ってもいいの。あと、一日一回、こうなんていうかな、仕事の時でもいいし、車に乗りながら通勤途中でも何でもいいから、一日一個でいいから言ってみればいいの。だけでいいよって話。だからほら、それをさ、人前で言わないとダメとかってなっちゃうと、なかなかできないじゃん。そう、だからやってごらんって話で、これ自体が言霊だから、これは信じなくてもいいけど、浄化も浄霊もできるよ。そう、だから、なんかね、ちょっとここは危ねえって、まあ、事故が多いところとかさ、自殺が多いところあるじゃん。ああいうところにやって、檄文を一個読んでくると、なんかそこにいるね、ちょっとまあ、浮遊霊みたいなやつもね、ちゃんとこう、光の国に返してあげることができるのね。だから俺なんか感じねえか全然わかんねえよ。わ かんないけど、敏感な人とかそういうのわかるんじゃないかな。でもそういうのは、やってみてもいいんじゃない？なんかよくね、身投げするような橋とか結構あるじゃん。そういうところってなんかああいうのって不思議なんだけど、調べたわけじゃないのにさ、なんか集まっちゃうんだってね。そうで、ああいうところに行って、俺昔ね、ひとりさんに連れてってもらったことがあるとき、ひとりさんがテレビこうやって見てたわけ。そら、あーとかっていきなり言い出したわけ。あーとかって言って、タツヤって後ね、後ででいいから、ここの場所連れてってってわけ。で、そこが確か北関東ね、群馬県っていうところの、まあ、某所だったんだけど、そこがね、なんか一人さんが見た瞬間に、あ、ちょっとここは、まあ言って、条例じゃないけど、ちょっとしてこないとダメだなって、なんか、その時は別に普通のテレビなんか、ここは自殺の名所とか何も言ってないよ。何にも言ってないし、なんか公園の紹介ですみたいな感じで言ってたんだけど、なんかこういう公園があって、とかって橋があって、みたいな感じで、一人さんがそこを見てた瞬間、あーとかっていきなり言い出され で、あーって言って、ああ、立つやって、後でね、ここ連れてって、みたいな、連れてってね、みたいな感じ、ああ、いいんじゃ行きましょうね、みたいな感じで行って、まあ、その時にね、そこの近くに、なんか、マルカンの取扱店さんがあったのよ。で、そこにこう、ひとりさんたちが、こう、行く前に、一応、せっかく近くまで行くから、電話入れてあげて、まあ、行くよ、みたいな感じ。そしたら、向こうとしては大喜びなわけよ。ひとりさんご一行が来たよみたいな感じでさ、もうすごい、もう鼻血が出るぐらい興奮してるわけ。最高ひとりさんが来たみたいな。でも、ひとりさんは、まあ、そこにとりあえず行ってさ、まあ、写真かなんかで撮ったんだけど、まあ、とりあえず写真をそこそこに撮って、でねって、いきなりそのお店やってる人にね、それでねって、ちょっと今日は用事があってこっち来たんだよってわけ。で、何で来たんですかって、いや、なんとかってさ、橋の場所があるでしょうって言ったら、取扱店さんがいきなり顔色がさって変わって、とかって言い出したわけ。で、あんな場所になんか用事があるんですかってわけ。で、いや、やめた方がいいってわけ、絶対に。いや、あそこ地元の人近づかないですよ、みたいな。でも、ひとりさんなんか全然気にしない。じゃあ行こうかって言っちゃうわけ。で、ほら、優しいから、いや、そんな怖いんだったらついてこなくていいよって言ってたんだけど、やっぱり向こうとしては、ひとりさんたち一緒に行きたいのよ。だから、すごいなんかね、及び腰でついてくるわけ、なんか。すごい情けない格好で。でさ、いや、やめた方がいいですよとか、後ろから来ながらずーっと言ってるわけ。で、いや、そこはね、地元の人行かないですよとかね、あんまり行かない方がいい場所ですよとかって言ってるんだけど、まあ、なんかブツブツ言いながらもう来たのよ、ひとりさんたち一緒に行きたいから。で、ひとりさんは構わないで、どん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 行っちゃうわけ。で、行ってね、で、じゃそのね、一緒に来た、その取扱店さんが別に聞いてないのに、いやー、ここでね、って、3日前ぐらいにね、親子で飛び降りっていうかね、自殺があったんですよ、別に俺そんなこと聞いてないの。いろいろいついつ、どこどこでね、この橋でなんとかがあったとかってね、いろいろそういうことをこう、事細かに説明してくれるわけ、別に言わなくてもいいよって思ってたけど、でね、で、ひとりさんが、すごいのはね、橋をこう、向こうに渡りきって、
じゃあこの辺からでいいかみたいな感じで、まあなんかその頃はで、ね、くじ切りだったんだけど、うん、なんかくじ切りをひとりさんがやって、俺はもう知らなかったから後ろからこうやってやってるだけ。うん、そう、後ろからこうやってやって、ひとりさんがやってるとここうやって後ろからやって、じゃあここって橋をどんどん手前に戻ってきて、で、5箇所ぐらいやったのかな、うん、そして俺すごいなと思った。まあこれは信じなくてもいいけど、5箇所目が終わったよって言った瞬間パーって明るくなった、なんか。それまでなんかね、日が差してなんか暗いんだよ。なんかドヨーンとしてんの。だけど、さーって明るくなって、俺がすごい不思議だった。俺別にこうやってやってただけなのに、なんか手のひらがね、ピリ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 なんか真っ赤になっててね、すごいなんか、なんか痺れたよりもちょっと違う感じなんだけど、なんかすごいビリ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 するわけ。で、別にそんな怖いからギュッてやってたわけじゃないよ。やったわけじゃなくて。じゃなくて、普通にこうやって合わせただけなのに、なんかすっごいビリ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 するわけ。なんか電気通してるみたいに、え、ね、何これって、ひとりさん、え、なんかこんなすごいビリビリするんですけど、それは、あ、そうかって、達也もね、なんかそういうの感じたんだって言って、それは、なんかこの場の、なんつ、あの、まあ、信じなくてもいいけどね、その場の霊が、こう、ちゃんと成仏しましたよと、お印みたいなもんなんだって。だからそう感じないとダメとかってことじゃないよ。でも、俺そうなんだと思って、こんな鈍感な俺で、俺だそう。だから、みんなもね、その激文っていうのは、その特別なことね、そんなひとりさんみたいにそういうことができるんです。でも同じことできるから。そう、だから、要はね、これを激文を、なんかそういうところで読んでくると、なんかその場がね、さーって明るくなるの分かるよ。だからやってごらんって話。まあ別にこれはその難しいこと抜きにして、やってみれば分かるよ、本当に。で、これってすごいのは多分激文やってると、そう、彷徨ってる霊とか、浮遊霊みたいなのが、強制的に光の玉に乗っかっちゃうの。そう、それを導くための文言みたいなもんかな。そう、だからやってごらんって話。あとやっぱり事故が多いようなとこもちょっとね、やっぱり波動が歪んでるとか淀んでるみたいな場所ってあるんだよ。なぜか事故が多いところってあるじゃん。なんか交差点とかさ。そういうところって決まってるの、大体。でもそういうところってやっぱりね、ちょっと気が溜まりやすいってみたいなところがあるのね。だからそういうところにも激文みたいなことやってると、すごいそこは、そのね、場がね、浄化されるっていうか。それと、この激文がすごいのは、激文援軍って言って、遠くに離れた人に激文を読んであげると、なぜかその人にエネルギーが行くのよ。だからやってごらんって話。でも、何回も言うけど、人前でやらないといけないってことはないから、自分の中だけで1日1個でもいいから読めばいいよって話。それだけでこうなんつう、自分の中もさ、すごい浄化されるし、外側に向かってもいいエネルギーが行くよって話。なんだけど、この話難しい。大丈夫？だから激文の意味もどう？大体分かった？だからやってるんだよって話。ね。だからもうさ、楽しくやってねって話。以上でーす。ありがとうございます。大丈夫？意味分かる？ね。なんか、途中で聞いてくれてもいいよ。なんかちょっと疑問に思ったとか質問に思った。あ、いいよ。じゃあ、あっちゃん。はい。じゃあ、くじ切りはどうなの？ね、正直我々は今はやってません。っていうか、混乱しちゃうから。だって、例えばさ、水流の方とかくじ切りをさ、じゃあ一緒にやりましょうって言うと、激文も始まって、じゃあどれやればいいんでしょうかってなっちゃうじゃん。なんか俺たちは、もう今は激文一本にしちゃって、まあもちろん水流の方とかくじ切りが好きな人は、それをこうやってもいいけど、まあもちろん好きなことはね、残してもいいんだけど、ただ俺たちがそれをやっちゃうと、みんなが混乱しちゃうから、今は激文一本です。うん。で、激文の方が簡単じゃね？と思うんだ。で、あと、水晶持ってる人いるじゃん、この中にも。水晶持ってる人は、これを、握りながら、こう、激文やると、すごいパワーアップするよ。だから、握りながらやるのもありだよって話。まあ、もちろんなくても全然ね、ちゃんと、激文の効果もあるから、それは心配いらないよって。要は、こう、水晶持ってると、なんつ、水道の水っていっぱいひねると水がいっぱい出るじゃん。それと同じで、こう、いっぱい、こう、なんつ、エネルギーが出る感覚で。でも、全く同じだから、水が出ないってことはないんだから、だからなくてもあってもね、いいけど、あればパワーアップはするよっていうのを覚えておくといいんじゃないかな。そう。神社で2万円で上げるっていうのは神社もこれでいいです。それでいいよ。で、ただ、この激文みたいなこと神社とか言えないじゃん。言えない場所もあるじゃん、結構さ。やっぱ神社静かだしさ。なんかね、ああいう静かなところでいきなり激文とかってさ、できないと思うよ。そう、だから、これに関しては、なんていうかな、心の中で言っても同じ。言っても言わなくても同じです。声に出しても出さなくても同じ。まあ出せるとこはね、出してもいいけど、ただこれは、声出す出さないはあんまりこう、なんていうかな、こだわらないでほしいんだ。どっちも同じだから。心の中で読んでも同じ。そう、声に出しても同じです。うん。
そう、だからね、そこは、まあもちろんほら、無人のお寺とかさ、そういうところだったらね、出してもいいと思うんだけど、神社とか周りに、ね、人がいるようなところはさ、あんまり激文みたいなことやっててさ、なんかね、大丈夫かなって思われるから、そこはね、臨機応変っていうか自分の好きでいいんじゃないかなと思うんだけど、大丈夫？はい、はい、うん、ということで、ありがとうございまーす。どう？でも大丈夫？じゃあ、もっと別に、聞いてもいいけど、大丈夫かな？あっちゃんも大丈夫？もう、うん、大丈夫？じゃあ、次の話ね。これは、まあ、この間、取り扱い店さん限定でも話した、YouTube でもね、上がってるんだけど、みんなさ、商売とかね、お店やっててもいいし、まあ、別に商売とかお店もやってませんっていう人もいるかもしれないけど、実はさ、人間って、例えばそうだな、じゃあちょっとその話は置いといて、スターになる人とスターにならない人の違いってひとりさんが話してくれたの。スターね。まあ、要は人気が出る人と人気が出ない人の違いっていうふうに捉えてもらってもいいと思うんだけど、で、別だってスターだって別に私芸能人もならないわな、と思うんだけど、要は、スターに、まあ、要は人気が出る人と人気が出ない人の違いってどういう人だか知ってるかいっていう話をしてくれたの。で、何が違うかって目が違います。目。だから、簡単に言うと、そうなん、商売やってても、要は商売やってる人って芸能人と同じだって覚えておいてほしいのよ。だって認知商売なんで、実は芸能人って仕事ってないんだって。要はいろんな分野で人気がある人がテレビに出てるってだけなんだよ。そうだから、実はみんなもさ、例えば商売この中でやってる人もいる、お店やってる人もいる、まあ私はパートですとかっていう人もいるかもしれないし、いろいろいると思うんだけど、でも、その中でも人気がある人と人気がない人っているのよ。で、じゃあ人気がある人って何が違うかって、これはほとんどの人が知らないんだけど、実は目が違います。目です。で、それを知ってるだけで、もう実は 99% 魅力って完成しちゃうんだって。そうだから目が違うって意識するだけでいいのよ。目です。目。うん、そう、目。目。目なんだよ。目なの。だから、目がね、もうその目がね、大事なんだって、目がね、すごくもう命なんだって分かっただけで、実は魅力って 99% 完成しちゃうんだって。すごい。で、実はこっからがひとりさん流なの。でね、実は、目が大切なんだけど、じゃあ、例えば、そうだな、いつも普段会ってる旦那さんとかさ、恋人だったらさ、お互いにこう目線合わせて、ニコッとしたりとかするのは別にできるじゃん。だけど人って普通なんつ、目線ってずっと合わせてられないんだって。わかる？だからずーっと、だみんなだってそうじゃん、じーって見られてさ、ずーっと目線、だから、そうそう、なんかこれ、反らしていいのかなとかさ、あと、やっぱり、あんまりこうなんつ、対面でこうなんつ、あんまりこう会ったことない人にじーって目見られたらさ、なんか私、なんか、とかってなんだあいつ。そうだから、何が違うのって、こっからがひとりさん流で、相手の第三の目を見るんだって。ここです。ここ。ここに向かってニコッとするの。そして笑うときは必ず歯を出してね。芸能人も歯が命って言うでしょ？そう、歯茎なんか全開見していいのよ。喉チンコマン見してください。本当に、ちゃんと、要は、笑顔でね、その、ここに向かって笑顔を投げかけるの。ここ。だから、ここってでも実はちょっと練習がいるのよ。だって普通人の第三の目って見ないよ。しかも、ここが第三の目って気づいてない人もいるじゃん。なんで第三の目なんですかって聞いた人もいるんだけど、ひとりさんはそういう細けいことはいいんだってわけで。でもなんか第三の目なんだって。やっぱりこれって、第三の目とかなんかね、あるんだと思う。本能的に。そう、だからみんなもこれ知ってると知らないじゃん。もう全然違うよ。本当に。そう。だから第三の目です。相手。そう、第三の目。でも、ひとりさんが昔ね、ほら、みんなもさ、秘伝のパーティーとか行ったことある人だったらわかると思うし、今ね、亡くなっちゃったんだけど、そう、東京のパーティーに行った時にさ、なんか表彰とかさ、なんかこう、いろいろこうなんつ、壇上に上がってもらう時にひとりさんがこう上に立って待っててくれるわけ。そうするとみんなはさ、こう、だんだんこう上がってきてひとりさんのところに向かっていくじゃん。そうするとひとりさんはその人たちに向かって、そのひとりさんは相手の第三の目に向かってニコッとするわけ。そうすると、女の人なんかひとりさんにさ、その第三の目にね、向かってニコッとされる。もうひとりさん絶対私のこと好きなんだと絶対ひとりさん私に気があるとかね。ってなるんだって。そう、でも、これが、実はなんていう、ひとりさんが昔からやってることなの。そう、だからもうひとりさん、まあ、それをなんか学んだっていうか、なんか直感的に知ってたんだって。
だからそれは、なんかすごい、なんつう、もう商売やってる人はこれも絶対使えるし、さっきも言ったけど、商売やってる人は芸能人と同じなんだよ。人気。だって、要はお店だって商売だって人気がないと、で、要はそこにいる人が、なんつう、もうメインなんだよねって話なんだよね。だその人たちがさ、だってみんなだってどうなの？すっごい美味しいお店があってさ、でもそこの店員がめちゃくちゃブスッとしてる。そんなとこ金払って行きたいの？行きたくないじゃん。ムカつくとかなるじゃん。いや、味は美味しい。でも、もしかすると味も美味しいんかもしれんけど、多分まずく感じると思うよ。だってめちゃめちゃ気分悪いじゃん。お水なんかどうドーンとかって置かれてさ。そうだから、やっぱりすごくそこにいるさ、人じゃんって話だよねって。で、ひとりさんはどんなにね、AI が進化しても、ものすごいね、こう技術が進化しても、絶対人間の魅力以上に勝てるものってないよって言ってるの。そう、だからやっぱりみんなも、やっぱりなんていう、その、働いてようがなんでようが、その、なんていうかな、その、なん、その、お客さんがね、来ました。そしたら、第三の目に向かってニコッとするの。そう、第三の目に向かって。そうすると、すっごい、この人なんか感じいいなとかって思うし、やっぱりどっかお店ね、選ぼうとしたら、あそこのお店行きたいって多分思うと思うよ。そう、だから、みんなはね、その第三の目、に向かってニコッとスタースマイルって俺たちは呼んでるところ。スタースマイル。でもこれは、ちょっと練習しないとできないのよ。だってみんなは目を見るぐらいだったらなんとなくできるかもしれないけど、やっぱりちょっと目線のちょっと上見るってなかなかないのよ。でも、やっぱりお店にお客さんが入ってきました。ね、ドアが開きました。そしたら、相手の第三の目に向かってニコッとね、するっていう風にやると、なんかもうそれだけね、すっごい繁盛店になっちゃうよって話。やんな。で、こんなんタダでできるんだから。タダでできるけど、ひとりさんの直伝だよ。で、ひとりさんって日本、さっきも言ったけどさ、日本で一番商売が上手な人だと俺は思って、みんなもそう思ってると思うのね。そうだから、もうその商売がね、すごい日本一上手な人の直伝なんだから、やらない手はないよ。で、じゃあ私はパートですとかね、普通の社員ですって言うけど、それだって同僚だろうと社長だろうとね、部下だろうとなんだろうと、そういう人たちに向かってニコッとしてたらさ、その人たちが絶対味方になってくれると思うよ。そうだから、これはもう人間関係でも絶対うまくいくコツなんだから、絶対やった方がいいよねって話。なんだけど、これ難しい？このスタースマイルの話は。で、またほら、ね、ひとりさん直伝なんだから絶対やった方がいいじゃん。そう。で、本当に我々はさ、みんなのことをこう応援してるっていうか、みんなにスターになってほしいってひとりさんはいつもこう言ってるのね。要はスポットライトみんなに当ててあげたいって思ってるの。そうだからみんなもさ、せっかく商売やってたら商売がうまくいった方が絶対いいじゃん。大変な話よりうまくいった話の方がいいよね、聞くんだったらさ。で、みんなだって商売やってたら絶対儲かった方がいいじゃん。いや、儲かんない商売って辛いよ。本当にね、本当に苦しくなっちゃうからさ。でもやっぱり、こういうね、みんな、だからさっきもさ、ひとりさんが別に特別なマジック使ってるわけじゃないんで、こう、まあでもこういうのは知ってて、それをこう、淡々と実践しただけっていうかさ、で、まあ、今ね、ちょうどほら、七回読みの本にも書いてあるんだけど、誰かどうやったらね、お客さんがたくさん来るんですかとかって話があって、みんななんかいきなり、その新しい新規のお客さんとかっていうところに目が行き過ぎちゃってんのよ。実はさ、例えばお店やってる人、商売経営者だったらばさ、一番身近にいる人たちが自分のファンにならないと絶対商売ってうまくいかないよってひとりさん昔から言ってんのね。だからひとりさんのね、会社なんかすっごいよ。ひとりさんの大ファンだからね。だからひとりさんがたまに会社に行くとお話してくださいって帰れなくなっちゃうから行かない。そうだ。だってそうじゃない。だってさ、例えば表面上ね、その雇われてるからさ、お金もらってるからね、社長とかっていう立てててもさ、裏じゃね、ブーブー言われてたらさ、そういうの人気ないじゃん。だけど、いや、社長とかね、店長とかって言われてね、あの人のためだったらって思うんだったらさ、その従業員さんとかスタッフちゃんがね、何も言わなくてもすごい頑張ってくれるっていうか、やると思うっていうかね、自然とこう、そうなるんじゃないかな。やっぱり応援したいって思う人だったら応援すると思うよ。で、それが、やっぱり一番身近にいる人たち、スタッフちゃんだったりとか、やっぱりこう働いてくれてる人たちですらね、自分のファンじゃないんだったら会社もお店もうまくいかないよねって俺たち言いたいのよ。だからまずは、そのどっかお客さんを来るっていうんじゃなくて、一番足元を見ないとダメだよってひとりさんが言ってるの。で、その人たちが喜んでくれるようになると、本当だから、そのね、本にも書いてあるけど、近くの人が喜べば遠くからお客さんが来るっていう法則があるんだって。
そうだからみんなは遠くからお客さんを呼ぶことを先に考えて近くの人をないがしろにしちゃってるよって話なの。だから、本当に今ね、支えてくれてるお客さん、あと、こう、働いてくれてるね、スタッフちゃんもそうだし、もっと言うと自分自身だよね。自分自身がさ、本当に楽しく商売しようとしてるのかどうかが一番大切じゃないって話。そう、だから、本当にひとりさんはそのことをずっとね、こう、自分の中淡々とやってきただけなの。少々本当に、なんと階段を一歩一歩上がるようにうまくいっちゃったよっていうのをみんなに教えてあげたいよねっていう話だよね。そうだからみんなも、その、いきなり新規のお客さんとかじゃなくて、まず足元。俺も、やっぱりこうやって講演会に来てくれる人たちが一番大切だと思ってるし、もちろんそれはそれでうまくいったら楽しいし、たくさんの人が来てくれたらそれは嬉しいよ。だけどやっぱり今こうやって来てくれてる人たちが一番大切だし、こうやって YouTube 見てね、来ましたみたいな人が一番大切。嬉しいよね、そう。いや、俺もっと嬉しいよ。だってこうやってね、いつもさ、来てくれてるね、人たちがすごい大切だし、ありがたいなって本当に思うわけ。そう、だから、やっぱりその人たちもね、俺が持ってるものは全部さ、出していきたいし、そう、でもみんなも、そうやって、こう、商売ね、そんな難しく考えることじゃなくて、やっぱり今ね、身近にいる人たちだよねって話。やっぱりその近くにいる人たちも喜んでないのに、遠くから来る人が喜ぶわけないんだよ。そう。だから、そこをさ、忘れないでねっていうのがひとりさんが昔から言ってること。そう。だから、そのスタースマイルもさ、使ってさ、まずはスタッフちゃんにやってみればいいじゃん。だスタッフの前でブスッとしてお客さんが来た時に行こうってないよ。そんなね、人間器用なことできない。まあ、中にはいるかもしれないけど、あの変わり身の実みたいな。どうやったらあそこまで変われるんだみたいなさ。でもやっぱりこれも波動の観点で見るとよくわかるよ。だってお店の雰囲気がいいか悪いかってさ、そこにいる要はスタッフじゃない？だよね。だとしたら、やっぱスタッフがダラダラムードとかさ、なんかスタッフがね、やる気がねえっていうのはやっぱりお店の雰囲気を良くしようとしてもならないと思うよ。そう。だから、まずは、そのスタッフちゃんにね、こっちが、こうなんつ、スタースマイルを使ってみる。そうすると、だんだんだけど、で、またそれでも合わない人はさ、合わないよ。そういう人はもう商売に向いてないんだからしょうがないよねって話なんだけど、やっぱり、どんな店でも繁盛してるお店ってね、すごくその場が明るいっていうか、やっぱり行って楽しい店にみんな行きたいじゃん。そういうところって絶対流行ってると思うよ。そう、だから、みんなもね、そんな、こう、テクニック論とかの話じゃないんだよ。あとは、今はね、まあ、これは俺たちは、これはちょっとテクニックの類に入るんかもしれないけど、俺たちが YouTube やりなよとかって言ってるのは、実は、なんていうか、商売って昔はチラシとかだったのよ。そうだけど、実はチラシとかってお金もかかるし大変じゃん。でも YouTube ってある意味、スマホ持ってたらできるよね。で、実はスマホでね、すごいのは、チラシをね、こうなんて何千枚って巻くより、3分の動画流した方が、ものすごいね、人に情報って伝わるんだって。そうだから、一応ほら、最初はね、手探りでいいと思う。で、私が YouTube とか、私が動画の前で喋るのとかって思うかもしんないけど、商売やってる人はね、やった方がいいよ、絶対に。そう。で、やっぱりお店って入るときって怖いんだよ、最初。だってさ、いきなり入った、まあ、誰かに連れてこられたとかね、紹介とかってなったらまだわかるけどさ、いきなり一人で入れないし、もしね、マルカンのお店だってマルカンの登り旗だけ立っててさ、いきなりあそこに入ろうってしたら相当の猛者だからね。でも何の商売でもそうだよ。やっぱり、あ、ここでこういう人たちがやってるんだっていうのわかるっていう、要は、いいものは外に出さないとダメだよって話がある。だから俺が最近講演会の YouTube 丸々投げちゃってるのは、もうそういうことなのよ。そう。で、いいの。別にほら YouTube 見てね、じゃあ講演会来なくなったらどうするんですかってね、本当にそういう意見もあるよ。だってタダで見れちゃうのも。そう、あれ見てたら講演会に行ってるのと同じじゃん。え、それで大丈夫なんですかって心配してくれるんだけど、ひとりさんがね、どんどん出しちゃえってわけ。で、えって普通、そんなことしたらお客さん来なくなっちゃうじゃないですかって思うじゃん。だけど違う、逆なのよ。最近新しく来てくれる人ってみんな YouTube なの。で、講演会の動画見ましたとか。そう、だから、なんていうかな、YouTube ってね、まあ、俺たちはね、別に使った方がいいよって言ってるけど、それって、やっぱりいいものって外に出さないとダメなのよ。で、見て、で、やっぱりファンになった人って近くに来たら会いたいって思うじゃん、絶対に。そう。だって動画だけじゃ止まんないじゃん。ねえ、ゆかりちゃんの大好きなさ、なんだっけ ABC だっけ
あ、なんだっけ。おい、いつも忘れちゃう。あ、スノーマン。ねえ、そう。でも、ああいうのだってさ、みんな K-POP でもジャニーズでも何でもそうだけど、やっぱり動画見てファンになったらさ、直接その人に会いに行きたいって思うはずなんだよ。だから、やっぱり、こっちからね、ファンを獲得するためには、外に発信しないとダメなんだよねって話。で、また講演会に来るような人はファンなんだからさ、やっぱりね、この人を応援したいって思うじゃん。そう、だから、やっぱりどんどん発信はした方がいいし、だって、なんつうの、まあ、今すごいのはさ、ああいう動画みたいのを出してもさ、お金ってそんなかかんないんだよ。だって、YouTube なんてスマホ持ってたらね、ほとんど動画撮るだけの話じゃん。まあ、撮るのはね、最初ハードルが高いかもしれないけど、でもやっぱり俺たちは出した方がいいよって、だってチラシ何千枚何万枚って巻くより絶対俺たちはそっちの方がいいと思ってるから。そうで、やっぱりそこにいる人なんだよねって話だ。そう、だからどんどんね、スタースマイルを使って、そう、YouTube を出して。YouTube を出して。最初は、もういいよ、最初自分が出てる動画なんて違和感ありまくりだって、本当に。本当だよ。俺だって最初、聞いた時に自分がさ、みんな思わない自分で撮った声ってすげえ変じゃない聞いてさ、って私こんな声してんのとかさ、私こんな声じゃないよって思うじゃん。だけどあれが自分の声です。で、動画も、だから最初は違和感ありまくりだよ。でも、だんだん人ってほんと不思議で、慣れちゃうのよ。で、俺なんか最近自分で講演会の動画、自分で流してて、自分の話ですごいウケてるわけ。あ、この人面白いな。面白いこと言ってんな、この人。そう、だから、最初どんなもんだよ。そう、でも、最近はなんか自分の動画見ててもね、楽しいな、この人は、みたいな。幸せ。幸せだよね。車の中でも、自分の動画で自分で一番ウケるみたいな。いや、でもね、やっぱり、でも、なんか俺がね、講演会ってさ、いつもこういう楽しい講演会目指してるっていうのは、みんなも鼻から講演会ってつまんねえって思うじゃん。そう、だって普通も講演会って聞いただけでつまんなそうだなって思わない？そう、でも俺と一人さんそれじゃねえ、もう納得いかないわけ。やっぱり講演会でも楽しい話でも絶対いいはずだって俺たち思ってんのよ。そう、だからああいう講演会の YouTube もさ、バカな話いっぱいいる。でも、ちょっとだけダメになればいいじゃん。それと、YouTube もさっきも言ったように、俺たちはやっぱりね、来てくれてる人のためもあるし、まあもちろんこれからの人たちのためにもあるんだけど、やっぱり来てくれた人ってさ、最初講演会で一回聞いただけだと忘れちゃってる話とかもあるじゃん。でも、あ、これあの時の話だとかって思い出せるじゃん、後から聞くと。そう、だから、やっぱりそういう意味でもね、ファンサービスも兼ねてるんだよって話なんだけど、だからね、まあ商売やってる人は特に、ああいう YouTube みたいなやつは絶対活用した方がいい。そう。ねえ、いや、違和感ほんとあるから。ほんと、もうめちゃくちゃある。これ言ってもほんと言い足りないぐらいある。もう自分が動画で喋るなんて、俺最初一人で撮ってみたの。なんじゃこりゃ、ほんとに。なんで、俺みんながすごいのは、俺はまだありがたいなと思うんだ。こうやって喋る相手がいるじゃん。で、ほら反応もあるじゃん。だから、撮っててもね、なんとか違和感ないんだけど、ただ俺みんなが偉いと思うのは、何もないとこで画面に向かって喋ってるじゃん。俺、あれはね、すごいと思う。俺最初それ、チャレンジしたの。もうなんかだんだん自分の話つまんなくなってきちゃった。あれはあれでね、すごいと思う。でも、なんか例えば、誰かスタッフちゃんがいるんだったら、スタッフちゃんと一緒に撮るっていうのもありじゃない？やっぱりお店ってどういう人がやってるとかどういう感じかって分かんないとね、一歩ハードルがこう高いっていうか敷居が高いっていうか、ちょっと行きづらいと思うよ、分かんないけど。だからそのためにもやっぱりどんどん発信はした方がいい。だから知らないんで存在を。そう、だから俺だって講演会だってさ、あ、達也さんみたいなことをね言ってくれてる人がいたんだっていうんで、それでこう来てくれる人が今ほとんどだよ。だから要は存在を知らない。ほら、ここにいるみんなはでも昔からの知り合いだから、それは知ってるけど、やっぱり知らない人は知らないのよ、単純に言うと。知った上で、なんか、あ、こういうね、楽しい話してくれるんだったら行きたいっていう人たちが来てくれるじゃん。だから、やっぱり最初に外にお知らせしないとダメなのよ。
っていう話。だからみんなもせっかく使えるものは使った方がいいよっていう。んだ、これだってお金かかんないじゃん。でも本当に、ひとりさんがよく言うのよ。損して得取れの意味がわかんないって。そう、だって損して得取れって、損じゃんって。で、何を得取れなのみたいな話。損して損だよねって話。で、お得な話って本当はね、あるのよ、本当に。得して得取れみたいな話ってあるよって。で、それは、実は大概がお金かかんないの。それがみんなも商売やるときってね、絶対お金がこうかかんないとダメだとか、お金かけて宣伝するんだってやりがちなんだけど、ひとりさん曰く、極力それはやめた方がいいっていうの。でもお金をかけないで宣伝する方法ってあるから、今なんか本当にいい時代なんだよ、YouTube とか TikTok、TikTok? チックだっけチックとか言ったら笑われちゃう。やばい。TikTok で。T を T と言ってるのと同じだな。そう、だからね、このさっきもね、何回も言ってるけど、このスタースマイルもね、せっかくみんな教わったんだから、やりな。で、お客さんが来たら、第三の目に向かってニコッとすること。もうこれだけね、すっごい魅力的になる。で、動画もこのことを覚えておけばいいよ。要は、相手のこう、なんつ、第三の目に向かって、こう、スマイルするつもりで動画撮ればいいの。つもりでいいよ。だって見えねえんだから、相手はさ。でも、これだったら相手の第三の目に向かってやってるつもりになってるだけでも多分違うと思うよ。だから相手は多分すごくね、優しい目で見てくれてると思うし。そう。で、やっぱり魅力って目から出るんだよ。そう。だってみんなだってさ、あの人魅力的だなっていう時は必ず無意識に目見てんだって。そう。だってね、自分の魅力がお尻とかから出ないじゃん。ちょっとお尻見せてもらっていいですか足の裏とかさ。魅力って必ず目なんだって。で、大衆演劇の人たちがさ、舞台の上でくるって振り向いてね、すごいニコッとするの。あの人たちは、もう生まれながらにして、その笑顔がね、自分たちも、なんつ、自分たちを食いぶちっていうか、あれがお金になるっていうか、ちゃんと生活のためにね、ちゃんとこう身についちゃってるの、生まれながらにして。だからその笑顔ができてるの。そう。でもみんなもさ、せっかくこれ知ったんだったらもうやりな。本当にタダでできるんだから、そんな。そう。で、本当にタダでできることの方がすごい効果があるんだよって話。なんだけど、だからやってごらんって。これがスタースマイルの話なんだけど、難しい？大丈夫？これに関してなんか質問ある人いますか？最高。じゃあ、この話は終わりで、スタースマイルやりましょう！はーい、ありがとうございます。じゃあ次の話ね。のね、これも、最近のひとりさんの話です。いや、この話もね、めちゃめちゃいい話だよ、本当に。未来は明るいって話。で、まあ、もちろん昔はね、昔からもうずっとひとりさんこのことは言ってるんだけど、じゃあ何が未来が明るいんですかって話なんだよね。で、実は、こうなっつうかな。俺たちってさ、まあじゃあちょっとその未来の明るいはちょっとこっちに置いといて、未来どんどん良くなるって本当に思ってるのね、俺たちは。で、どんどん良くなるし、で、もっと言うと、神様ね。で、別に神様の存在信じるとかって話じゃないです。別に宗教ですかって話でもないよ。やっぱり神様は、世の中をどんどん良くしてくれてるっていうのが俺たちの、こうなんつう、見方なのよ。例えばさ、ひとりさんってよく歴史の本が好きっていうじゃん。あれは別に武将が好きとかどう、まあそれもあるんだけど、一番何見てるかっていうと、昔より今の方が良くなってるって確認するためにも読んでんのよ。そう、だからだって昔の本読むとさ、どうだってね、昔はちょんまげ言って、ちょんまげがいいとか悪いとか言わないけどさ。だって、どっか出かけるって言ったって歩きだよ。歩きで昔どんな金持ちの殿様だって山の中にいたら刺身とか食えないんだよ。そう、刺身も食えない。で、本当になんていうんかな、今だったら冷蔵庫が発達してるしさ、本当にこう食べられないものないっていうぐらいどんどん食べられるじゃん。車でもどこでも移動できるよね。で、部屋の中だってクーラーだってヒーターで寒ければさ、ね、暖房だってつけるじゃん。そんな生活すごい大人様だってできなかったんだよねって話。だ昔より絶対良くなってるじゃん。で、要は神様って、地球全体で見ても日本だけで見てもどんどん良くしてくれ、いい方向に持ってってくれてるって。で、要は流れっていい方に持ってってくれてるんだよねって話なんでね。で、要は、なんていうかな。もう俺たちはもうそこは信じてるから、で、自分の人生も世の中もね、どんどん良くなるしかないのよ、本当に。で、
みんなさ、ひとりさんのこと好きな人たちって、空海さんって好きな人多いじゃん。空海さん。昔の弘法大師だっけ？弘法大師が好きな人多いと思うんだけど、実は弘法大師が中国からこう密教って教わって帰ってきたんだけど、実はあの密教って、なんていう、こう、弘法大師とか空海さんが伝えたいっていうかね、教わって帰ってきたことって、実はどんどん良くなるってことなんだって。へぇー。それを教わって帰ってきたんだって。で、それをあの時代で言ってただけなんだって。だからここはちょっと覚えておいてほしいんだけど、どんどん良くなる、未来は明るいって御神言なんだって。そう。書く、やっぱどんどん良くなる覚えられんの待って、書くなら書きな。でも、どんどん良くなるだけでもいいよ。うん。そう。未来は明るいもね、セットの。まあ、要は同じことだからな。どんどん良くなる未来は明るい。で、実は、そのことを知って生きてるのと、知らないで生きてるのって運命の差だよ。本当に。そう、やっぱりこう、なんつ、未来は明るいって思ってるよ。例えば、じゃあ、ひとりさんはね、そう、なんで商売がさっきもさ、俺も言ったけど、なんで商売がそんなうまくいくんですかとか、なんでね、ひらめきが、そんなにどん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 ね、出てきて、そのひらめきがものすごくね、ヒットに、もうすごいね、商売が当たってるんですかって言うんだけど、実は、もうひとりさんはどんどん良くなるって、未来は明るいしかね、もう本当にそれしかもうないとか、当たり前になっちゃってるのよ。だから、商売やってるとさ、例えば大丈夫かなとかね、来月はね、うまくいくかなとかさ、今年は持つかなとかっていろいろ考えちゃうけど、それって要は簡単に言うとさ、未来はあんまり明るくないような予想じゃん。まあ心配はわかるよ。そう、でも、やっぱりお店やってたりする人だったら、未来は明るいとかね、どんどん、まあどんどん良くなるね。まあどんどん良くなる、未来は明るいっていうふうに思いながら商売してる人と、大丈夫かなって思ってる人と、やっぱり運命の差があると思うよ。そうだから、やっぱりね、どんどん良くなるのよ。商売も。そして自分の人生も。そうか、世の中だけじゃないよ。で、どんどん良くなるって信じてる人は本当にどんどん良くなるようにできてるの。だけど、いや、一寸先は分かりませんよってね、やっぱりお先はね、やっぱりそうは言ってもお先は分かりませんみたいに心配してる人っていうのは、簡単に言うと目つぶって後ろ向きで歩ってんのと同じだよ。転ぶよ。怪我するからね。そう、だから、人生でも本当にこう大きいなんて問題みたいなのが出てきちゃうのよ。そう、だから、どんどん良くなる、未来は明るいって覚えておいて、本当にね、まあそうは言っても今ね、現在、いや、そんな風に思えないですよって人もいるかもしれない。ここの中にも、このね、動画見てる人の中にもいるかもしれないけど、でもそうは言っても、それ以上に悪くなることはないから、そう、どんどん良くなるを知ってれば、本当にね、大丈夫なの。そして、ただ今がね、もうそこっていうか、大丈夫。でもそれでもね、そんなことないって、もっとね、私の人生はめちゃくちゃだ、どんどんひどくなると思ってる人、本当にその通りになるからね。本当に。そう、どっちにもいくらでもいけるんだよ。でもさ、せっかくだったら自分の人生だったら、どんどん良くなる方にさ、行ってほしいじゃん。そう、だから、それはもうね、俺たちは、やっぱ神様はそうなんです。どんどん良くなる方に持ってってはくれてるんだよ。で、要はそれが流れだよねって言いたいの。その流れに抵抗、だから要は、そんなことないですよ。人生はね、なんかお先真っ暗で、もう本当にね、犬も歩けば棒に当たるじゃないけど、本当に、何があるかわからんと問題もね、いくつでも出てくるって。そう思ってる人は本当にその通りになるよって。だって流れに沿ってねえんだもん。で、もっと言うと、だから流れに乗っかっちゃうとね、すごいうまくいくんだよ、簡単に。だから流れに身任しちゃえばいいんだよ、信じて。で、信じられない人ってのは本当一生懸命ね、川上にこう一生懸命漕いでってる人だよね。筋肉がつくよな。そりゃそうだよ、ね、だって抵抗に向かってこうやって一生懸命。でも頑張っても頑張ってもなかなか進まないし、本当にいろいろこう障害も出てくると思うよ。一生懸命漕いでってたら。いや、漕ぐのがいけないって言わないよ。だけど流れに身任しちゃった方が絶対いいじゃん。だって流れ、川だってさ、山からこう清水みたいなのが流れてきてさ、どん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 下流の方に来てさ、海の近くまで行ったらね、どんどんこう河口が大きくなってさ、だ最後には海に流れていくわけじゃん。それが自然な流れだよね。それを上に向かっていくってどうなのね、やっぱりさ。それが大変だよねって言いたいの。そう、だから流れにね、要は流れっていうのはどんどん良くなるよっていうことを覚えておいてほしいのよ。そうで、そのことを信じられた人は、やっぱり、なんとアイデアでも何でもいいアイデアが出てくるよ。でもやっぱりどうだろう、大丈夫かな、心配だなとかって思ってる人って、やっぱりそういうね、なんていうかな、ちょっとそれに沿ったアイデアが出てくるよね。簡単に言うと。で、ひとりさんがやっぱり、すごく神的ひらめきが出るっていうのは、そのどんどん良くなるって、未来は明るいって、この五神言をね、ちゃんと知ってるからね。
で、ご神言って本当に、なんか真の言葉って言って、世の中をこう、なんつ、成り立たせるっていうか、宇宙を変えたいんだったらね、このことをね、使うかどうかにかかってんだって。そう、だから、本当に一人一人が意識してね、どんどん良くなる。だから世の中いろいろ、なんつ、ニュースとか見れていろいろあるじゃん。世界情勢とかさ、円安とかも大丈夫かなとかさ、なんか牛乳が上がったなとかさ、小麦粉が上がったとか。ニュースだと毎日何十品目上がりましたとかさ、そういうこと言ってこのまま上がり続けてんの給料だけ上がんねえとかさ。いろいろあるじゃん。だけど、大丈夫なのよ。本当に。未来は明るいの。本当に。どんどん良くなるの。で、じゃあもう一個ね、まあ、さっきの円安の話が出てからちょうどね、これもお知らせだと思ってお話ししちゃうけど、本当に、まあ、これ YouTube でもいつも言ってるんだけど、日本に限っては、もうこの円安ってめちゃくちゃ追い風なんだよ。本当に。今外国人がちょっとずつこう来てるじゃん、日本に。で、外国の人って日本の製品ってさ、要は円安だからめちゃめちゃ安いんだってね。めちゃくちゃ安いんだよ。だから記録的な円安って言ってるじゃん。日本にとっては、輸入してる人はそれは大変だよ。だってやっぱり外国のさ、あれが高くて円が安いから、輸入のその誤差みたいな出ちゃうの。だけど、輸出する人ってめちゃめちゃ儲かってんだよ。そうで、しかも外国から来た人ってめちゃんこ物買うんだってね。だってみんななんか平気で100万とか200万使うんだってね。そう、すっごいね、お金使っていくのよ。で、それは、もうなんつ、外国の地元に帰ったら、すごい高いんだって。そう、めちゃくちゃ高いんだって。だから日本で買ってっちゃったらお得なんだって。なんか言ってたけど、ニュースでやってたけど、なんか秋葉原かなんかにね、こう人形かなんか買いに来たんだって。全く同じ人形が、そのアメリカの方に行くと1万5000円ぐらいするんだって。だけど日本に来ると3000円とかで買えちゃうんだってよ。そう、めちゃめちゃ安いんだって。だからびっくりしちゃうんだって。なんか、これゼロが1個違うんですかと思っちゃうんだって。そう、だからそれぐらいすごいお得なんだよ。だからこれからね、こうお金ってどんどん日本に集まっちゃうんだって。集まっちゃう。だから景気って日本ってどんどん良くなっちゃう。みんなが心配してるね、小麦粉が20円上がったとか。そんなんどうでもいいぐらい景気良くなっちゃうの、本当に。で、みんなのお金も本当どんどん上がるから。上がるよ、本当に。ただお金って、入ってきたからって直でみんなのところにすぐ増えるってわけじゃないんだって。要はちょっと還流するまで時間っていうかタイムラグって必ずあるんだって。でも大丈夫なのよ。だから今ね、なんかその、日銀とかがのらりくらり言ってさ、なんかゼロ金利をね、維持しますみたいなこと言ってるけど、あれも、なんて日本のものが売れるからだよ。そう、だって売れるんだよ。ものすごくね、なんて、だって日本ってみんなも知ってるけど、製品って世界一ぐらい品質いいんだよね。すごい品質いいし、物もいいし、であと約束もちゃんと守るじゃん、日本人って。だから、なんとそういう意味でも信用もあるから、めちゃめちゃね、これから売れるんだって、日本。てか今もう段階で売れてると思うよ、ものすごく。それだから大丈夫。もう経済は日本が中心になっちゃうんだって。わー、すごーい。本当に。本当だよ。本当世界中が青くなっちゃうぐらい売れるんだって。本当に。本当にもう日本は一人勝ちだよ。そう。だから大丈夫。だからみんなのね、その、なんか、なんかがいくらか上がってこの先大丈夫かなっていうのは。またああいうのをやるのがニュースの仕事だからね。みんなを心配させたいの。そう。いいな、あれはあれでね、頑張ってもらってて。ここにいる人たちはね、ダメ、そのマジックに引っかかっちゃう。うん。大丈夫なんで、どうとでもね、どうともなるっていうか、それ以上に良くなるから。そう、だから、そんなね、まあ多少上がるのはしょうがないよ、物価が。でもそれは世の常だから。でもお金もちゃんとね、こう上がってくるし、もうどんどん景気っていうかお金がどんどん還流してくるんだって。もうすでに還流し始めると、し始めてると思うよ。外国人の人もいっぱい来てるし、製品もすごい売れてるからね。そう、だから、それは覚えといて、日本だけに限って言っても、もうほんと世界の中心になるぐらいお金って動くんだって。これいいじゃん。すごいよ、本当に。うん、だからみんなのね、やってる商売も本当にどんどんね、もう先行きは明るいよって、今まではね、本当にコロナもあったりさ、なんか日本もね、なかなか景気ってさ、ちょっとあんまりね、パッとしないようなところもあったけど、これから先はね、もうすっごい独り勝ちなんだって、本当に。すごいいいからね、もう商売やってる人がウハウハですよ。そう、本当に。
そうだ、その未来は明るい。だそれを、それも自分たちもどんどん言って、ご信言なんだから、どんどん良くなる。未来は明るい。いろんな心配なことがあっても、このことをすぐね、言ってください。どんどんね、良くなる。未来は明るい。もうこれだけでいいよ。本当に。で、本当にさっきも言ったけど、空海さんがあの時代に伝えたいことっていうか、密教として教わってきたことは、そのことだったんだって。それをあの時代に一生懸命伝えてただけなんだって。そう。だから多分、俺、なんか思うんだけど、空海さんって多分すごい明るくて楽しい人なんだったんだと思うよ。あの中国のね、なんかすごいお偉い人がさ、まあ、空海さん会った瞬間にね、待ってたよみたいなこと言ったっていうのは、やっぱりなんかあんま真面目でガチガチすぎる人ってさ、なんかやっぱりね、人に教えるときにはな、なんかちょっと、こいつは大丈夫かなとか思っちゃうんじゃない？やっぱりさ、明るい方がいいんじゃないのっていう話、陽気でね。だってそういう人じゃないと未来が明るいなんて思えないじゃん。真面目であんまりね、なんか硬い人ってさ、あんまりこいつは未来は明るいなんて思えないよな。でもこれも本当に真の言葉。だから、このご信号も唱えてて。そう、本当に未来は明るい。ちょっと心配になっちゃうこともあると思うよ。自分の人生でこれ大丈夫かなとかさ。あ、これってそうは言ってもね、本当にね、うまくいくのかなと思うことあるかもしれないけど、どんどん良くなる。未来は明るい。これをね、ずっと自分の中で唱えてれば、スーってね、だんだん不安な気持ちもなくなってくるよ。で、それが流れに乗ってるってことだから。そう、嬉しい。でも本当神様、俺たちは世の中どんどん良くしてくれてると思ってるよ。だってあの、ね、今外国でやってる戦争だってさ、ちょっと何十年か前だったら本当に核戦争になってたよ。そう、でも今、やるぞやるぞってやんないんだから。そう、だから、大丈夫なの、そこも。心配しなくて大丈夫。じゃあね、今、一生懸命ロケット飛ばしてるところもあるじゃん。ああいうのも大丈夫。あれもかまってちゃうんだね、簡単に言うと。忘れんなよみたいな、俺のことみたいな。本当に。そう。そう。じゃ簡単に言うとね。さあ、まあ、それもだからそんな心配いらないよって。そう。で、本当に、あの、なんつう、本当にこう、なんつう、打ち込むようなことしちゃったら自分たちのね、身が危ないっていうこともちゃんと知ってるから大丈夫だ、そこも。うん。で、変に心配しないで。そう。だからね、まあ、あれはあれでさ。別に頑張ってて言わないけど。っていう話。難しいかな、この話は。大丈夫。だからこれもご信言だから、どんどん使いな。どんどんね、良くなる未来は明るい。ね。あの、覚えてください。以上でーす。ありがとうございまーす。というわけでですね、時間で終わりなんだけど。ちょうどね、1時間で終わり。そう。いや、ちょうど1時間で終わすってな、あれでやってるからさ。じゃあ、これでね、ズーム求めまーす。ありがとう。